のくさんこんにちは。メッセージありがとうございます。まあビジネスの話をするときにすごく肝心なのはですね、具体的な技術と価格が入っていることなんですよね。この2つの数字によって人の気持ちっていうのはすごく動きます。ですんでね、1ヶ月で10万稼げますよみたいなキャッチコピーがあったりとか、ワンクリックでワンタップで100万円ですよみたいなメッセージが並ぶわけなんですよ。もちろんその数字っていうのはあくまで目安だっていうことはね、多くの方が認識されてると思いますし、それでもね、やっぱり人っていうのはすごく都合よく考えるもんで、例えばね、アルバイトを探すときに時給950円から1200円って書いてあると、自分はこの1200円が狙えるんじゃないかなと思ってそこに面接に行くと、950円どころか使用期間は900円だよっていうふうに面接の時に知らされるんですよね。こういうことがよく起きます。まあ、ですんで、目安としてこうなんですよっていう言い方でもいいんで、結構ね、期限と数字、売上が入っているととってもいいのかなと思いますよね。やっぱ人ってのはね、なんでビジネスに関心持つか、投資に関心持つか、アルバイト情報誌見るかっていうと、自分がいくら儲かるか気になるからなんですよね。そうではなくって、ものすごく社会に貢献できる仕事ですよみたいなことが書いてあるアルバイト雑誌っていうのは応募が来ないんですよ。ということなんで、何かね、ビジネスをお知らせするときって、自分の実績ですとか誰かの実績をそこに何点か出すと効果があるということは言えます。まあ、ですんでね、嘘をついてまではやらない方がいいと思いますけども、実際に今まであった例の、まあ、何点かをね、こうポンポンポンと上げていくとイメージしやすいのかなと思いました。私もね、今のところね、それがね、まだ出てこないなってことでね、気になっているところでありますよね。それから動画をご覧の皆様もそうですけども、誰かに何かを勧めるときって、それを手にしたら私はどうなるんでしょうかとかね、どういう目安がこれからの未来に見えるんでしょうかっていうことを見立ててあげると、話をね、聞いてもらいやすくなりますんで、ちょっと参考にしてみてください。それではまた明日の動画楽しみにしています。これからもよろしくお願いします。ではおやすみなさい。